今日は、アシカが、フラワーパークに、来ています。前回が、4月、ということで、前回から、半年経ちました。鼻も、ずいぶん変わっています。今の時期は、秋バラ、アメジストセージ、スイレンが、見頃を迎えています。その他にもたくさんの綺麗な花が咲いていました。この動画が投稿されるのが10月の17日になると思うんですが、明日10月の18日からは光の花の庭、夜の部のライトアップが始まります。ライトアップ直前の昼間に来たこともあり、こちらの方々がライトアップのための準備を進めていました。私は夜来ることができないので昼間に来ましたが、そのおかげで昼間のライトアップを見ることができました。ライトの点灯試験をしていたようです。では、綺麗な花を楽しみつつ、途中途中にはライトアップされる場所や実際に点灯試験をしている状況なども映っていますので、ご覧ください。なお、足利フラワーパークの夜の部に行こうと思われていて、
それまで見たくないという人は見ない方が良いと思います。でもそもそも足利フラワーパークに行けない人、いや夜の部には行けないけど昼間のライトアップでもいいから見てみたいと思われる方は最後までご覧ください。
ソリュジはまた